中身が大事です。皆様こんにちは、ナビゲーターの小田井です。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国が日本に負けたと大騒ぎ。バイデン米大統領初の対面首脳会談は菅首相で調整。首脳会談は順番じゃなく中身が大事なんですけど、現在菅首相が来月にも訪米し、ホワイトハウスで日米首脳会談が行われることがほぼ本決まりになったニュースが流れています。この会談はバイデン大統領が就任後初となる対面形式での首脳会談となりますが、この報道をめぐりお隣ではまた日本に先を越されたという反応が多く上がっている様子です。大事なのは順番じゃないって私はいつも思うんですが、こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も分かりやすくお伝えしていきますね。3月8日付、時事通信によると米メディアアクシオスは7日、バイデン大統領が4月中にも菅義偉首相をホワイトハウスに招待し首脳会談する方向で調整していると報じた。実現すればバイデン氏が就任後に直接会談する初めての外国首脳となる。ホワイトハウスは取材に対し報道内容について何も発表することはないと述べた。報道によると新型コロナウイルスの感染状況によっては首相訪米は今春後半にずれ込む場合もある。コロナ収束を最優先とするバイデン氏は外遊や外国首脳の招待に慎重な姿勢をとっている。カナダのトルドー首相とは2月に初の首脳会談を行ったがオンライン形式だった。バイデン政権が菅首相との対面会談を模索する背景には経済・軍事両面でインド太平洋地域への影響力を増す中国の脅威に対抗する上で日米同盟の重要性を内外に示す狙いがあると見られると報じています。菅首相が4月中にも訪米し、バイデンアメリカ大統領と外国首脳としては初めての直接会談をする方向で話が進んでいるようです。このニュースは電話会談の時と同じく中央日報をはじめ他の韓国メディアでも大きく取り上げられており、お隣のメディアや世論からは早くも日本に先を越されたや韓国の順番はいつになるんだなどといった声が上がっているようです。何かと順位にこだわりを持っている印象が強いのですが、国民性がそうだからメディアもその方向で報じている側面もあるのかもしれません。それはともかく大事なのはメンツ。これも定義が難しいのですが、そのメンツより会談の中身ですよね。やはり注目されるのは会談内容なのですが、時事通信の伝えている通り日に日に脅威を増している中国への対応が主な議題になってくるのはまず間違いないところだと思います。アメリカバイデン政権はトランプ前大統領が推し進めてきたクアッド、これは日米豪印の民主主義国家4カ国が外交・安全保障の分野で協力する体制のことですが、バイデン政権はご存知の通り今トランプ前大統領が進めてきた政策をことごとく潰しにかかっており、今回のクアッドももしかしてそうなるのではないかと個人的には心配していたのですが、さすがに議会や世論には勝てないらしく、とりあえずは継続されること本当に何よりだと思います。今後イギリスも参加し台湾を中国から完全に引き離すという大事業も控えていますので、アメリカがしっかり主導して今後この枠組みを一層強固なものにしていただきたいと願います。その動きを裏付けることになりますが、3月10日の時事通信の報道では日本政府は10日、米国、オーストラリア、インドとの4カ国の枠組みクアッドによる初の首脳テレビ会談を12日に開催すると発表した。4首脳は発展途上国向けの新型コロナウイルスワクチン供給を拡充する新たな支援枠組みの創設で合意する見通しだ。中国が展開するワクチン外交に対抗する狙い、複数の日本政府関係者が明らかにしたと報じ、このクアッドの体制を通じ4カ国がより手を結んで対応していく政策を取っていくことは明らかです。一方、韓国がクアッドに絡むとすればクアッドプラスに参加しなくてはなりません。クアッドプラスとはクアッドの体制に韓国、ニュージーランド、ベトナムの3カ国を加えた構想ですが、韓国は今のところ北や中国を意識して
参加の意思を表明していません。昨年9月に前外交部長官のカン・ギョンファ氏が参加に否定的な発言をしていましたが、今の外交部長官のチョン・ウィヨン氏はかなり韓国に都合のいい条件をつけるのなら考えてもいいとのニュアンスの発言をしています。ただ国レベルでは未だ音沙汰なしといったところです。これに対し3月10日付の各韓国メディアによると、米国防総省は韓国は多くの関心を共有する同盟として、韓国にクアッドプラスへの参加を前向きに検討するよう暗に促しているようで、例えば韓国大統領直属の政策企画委員会の委員を務めるファン・ジファン・ソウル市立大学教授がアメリカの政治専門誌に寄稿した文章の中で、ムン政権は米韓同盟に対する韓国側の貢献を具体的に示し、間接的にはジョー・バイデン米政権の対北政策に影響を与えるためにクアッドプラスに参加するか悩んでいると伝え、ムン政権がこの問題について相当揺れていることが報じられているようです。ただこれは今までの行動から考えるとパフォーマンスに過ぎず、あちらお得意の引き延ばし戦術、単に時間を稼いでいるだけに過ぎない印象もあることから、韓国の参加はまず期待できないように感じます。個人的には韓国はすでにレッドチームに入ったと見て間違いないと思いますので、すでにアメリカはその方向で動いている節もありますが、心配なのは日本です。すでに日本の洗脳工作は成功しているという話は以前からあちこちで噂になっているレベルですが、これから生じる国難をどう乗り切っていけばよいのか正直とても不安に思います。個人的には岸防衛大臣の動きがとてもいいように感じますので、岸さんにとても期待しています。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられているようです。次にその一部をご紹介いたします。また負けた。外交では日本と絶大な差をつけられているようです。我が国は新北と新中に走っているから、これは自業自得です。現在の同盟関係もムン政権によってもうすぐ終わるでしょう。バイデン大統領はやっぱり親日だったんだね。我が韓国もむしろバイデンに近づくべき。日米韓の体制は今後も維持していくべきです。それでムン大統領が待ち望む習近平の訪韓はいつ実現するんですか？バイデンは親日なんでしょうか？いえ、彼はむしろ反中なんですよ。中国の膨張を阻止するためにいやいや日本と組んでるのでしょう。無能なムン政権はアメリカとの同盟が一番の国益になることを全く分かっていないようです。早く政権が変わることを願います。日本は戦後の世界秩序を作ったサンフランシスコ条約の当事国だから、ある意味仕方ありません。我が国はその枠組みから抜けたんだから、アメリカが日本を重視するのは当然です。やっぱり日本のロビー活動は上手だね。バイデン大統領は台本がなければ何もできない老人です。事実上の大統領は副大統領のハリスです。今のアメリカは本当にコメディのようですね。きっとアメリカは日本にもっと自国の国債を買ってほしいんだよ。だから菅首相を一番にホワイトハウスに招いたんだ。日本がたとえにくくても外交を通じて利益を出すためには、あえて日本との協調が必要です。韓国人同士で口論しても意味がありません。アメリカは韓国より日本を極東アジアの軸と考えているようですね。やっぱり我々には習近平しかいないのでしょうか。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。日本が一番に選ばれたのは世界経済第3位、そしてアメリカとの利害も一致しているからでしょう。 EU を代表するドイツは本質的に反米だし、少しも協力しないどころか逆に足を引っ張る韓国なんかは問題外だよね。日本がそれだけ重要な国だということです。なんだかんだ言ってもアメリカがピンチの時には助けてくれる重要なパートナーですからね。韓国には中共100周年を絶賛するムン大統領がいますので、避けられて当然です。きっとムンさんは習主席に声をかけてもらうのを待っているに違いありません。日米首脳との直接会談に力を入れるより、中国首脳との直接会談に力を注ぐ方が現実的かも。
韓国の重要度はかなり低くなっているようですね。良きにつけ悪しきにつけ、バイデン政権の重要地域は中国であることは理解できます。きっと日米同盟強化が必要と判断したのでは。中国と戦争を行っても日本を守るという信念を、この際バイデンは国際社会にしっかり示してもらいたい。なんだかんだ言っても日本はアメリカに守ってもらわないと他国にやられてしまう立場です。これではいつまで経ってもアメリカに頭が上がりません。世論に刺激されてまたムン大統領の落ち着きがなくなるのかな。またアメリカに電話攻撃を仕掛けて無理やり日程をねじ込むつもりなのかもしれませんね。韓国は少なくとも南北統一を達成するまではアメリカを意識しつつ、今のようなどっちつかずの状態をしばらく続けるように思います。日本の安全保障を考えると、韓国がレッドチームに入るよりはアメリカの影響力の届く範囲で右往左往してくれる方がまだマシなのかなと個人的に思いますが、そうなると1年後の大統領選挙がとても気になるところです。来年今優勢とされるムン大統領以上の極左候補が当選すると、レッドチーム入りは不可避だと思うのですが、右派候補が弱いことがとても気になるところです。やはり期待するのはムン大統領と敵対する元検事総長のユン・ソクヨル氏ですが、彼が国民からどのくらいの支持を得られるのか、また選挙では今流行りの不正がないかどうか気になるところは多いです。何より韓国がよく変わってくれることを願うばかりです。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。